で、この前さ、キヨとかがやってる、動画を見たんだけど、うわ、こいつら痛えなと思った動画が一個あって、みんなで紹介したいと思ったんだけど、なんだっけ、さ、なんかね、福岡にいる、行くっていう動画が上がってて、たまたまニコニコ動画の、トップページに、あってね、おすすめ、あなたにおすすめですよっていうのを見たのね。すげえ、なんかそのスタッフの人たちにもすげえ横柄な態度で当たってて、うわ、この子たち絶対痛い、絶対近い将来痛い目見るな、みたいな、もう、っていう動画あるからみんな見て。みんな見て、それは。あれ見てらんなかったでしょ。俺もね、内容的なのじゃなくて、なんかスタッフに対するさ、風当たりがすげえ強くて、今回してんのみたいな。もうタレント、それってヤナピーしか言っちゃいけないセリフなんだよ。これ言ってくんない？ああいうのってヤナピーとか、赤西とか、天下を取った人間は言っていいけど、我々が言っちゃいけないのね。ちょっとやめてくださいよとかなるね。もう、できて、ね、なに聞いてないんですけど、ちょっとやめてくださいよっていうのが、我々がやらなきゃいけない立場じゃん。カメラ撮ってもらえるのって嬉しいことだろうね。ほんとに。特別なことなんだよ。なにハワイ行きたいんだけど。いや、これ言ってるのね。俺台本でそんなこと書いてあったら、いや、ちょっと俺言えないっすって言うの、絶対。俺普通普段絶対口、そういうのにケチつけないけど、いや、ちょっとそれは俺言えないっすって絶対クレームつけちゃうのね。ハワイ？福岡なんすか？みたいな感じで。みんな見て。あれが、もう、反面教師しなきゃいけない。我々の。ダメなんだよ。ヤマピーとか、キムタクとかだったらかっこいいよ。我々は、ダメなんだよ。俺も、じゃあみんなに声を大にして今。俺は違うんで、一緒にしないでください。僕は、そんな、しょぼい人間なんで、もう本当にどうぞ、気軽にお声をかけください。視聴者の皆さんも、スタッフの皆さんも、私は本当にしょぼい人間なんで、どうぞお気軽に声をかけてください。千葉でも、福島でも、どこでも行きますんで、ハワイなんか行きたいって言わないんで、本当に私はもう本当にね、田んぼの稲刈りでもしに行きますんで、よろしくお願いします。